今中継の映像なんですが、相当現場混乱しているようですね。相当混乱してます。建物の周りにいたおよそ200人の報道陣は、つい先ほどまでは、警備の警察官によって規制されてたんですけれども、はい、11時ちょうどの発砲音とともにですね、この規制から出まして、一般の見物人の人もいたんですけれども、この発砲の下音の方に全員が向かいまして、現場騒然とした状況が続いています。安田さん、はい、この発砲があった位置関係なんですけれども、はい、総本部の入り口どのような形になっていたんでしょうか。総本部の入り口はですね、はい、警察と機動隊の車で固められていまして、その周りにちょうど報道陣がいた関係になっているんですけれども、発砲音はですね、はい、六本木通りに近い方面から聞こえました。ですからマスコミの、後ろの方から聞こえたという状況になります。つまりですね、オウム教団を取り囲んでいる人たちの背後から、発砲、つまり銃声が聞こえたということになりますね。はい、さてその犯人なんですけれども、直後に取り押さえられて、はい、今赤坂警察署の方に連行されているところなんですが、はい、犯人について何か目撃情報のようなものありますか。ですね、はい、11時ちょうどはですね、発砲があった11時ちょうどはマスコミの目は一斉にですね、このオウム真理教の東京総本部の方を向いていました。警察官も全員こちらを向いていました。発砲があった時に後ろを振り向いたんですけれども、はい、もうその時には犯人の様子はこちらから伺い知ることはできませんでした。犯人が一人なのか複数なのか、そのあたりの情報はそちらの方で掴んでますか。まだこちら現場では分かりません。さて怪我人などなんですが、何か怪我人といった情報はあるんでしょうか。怪我人はですね、いない模様です。怪我人はこちらではいない模様です。はい、さてその発砲の瞬間なんですが、こちらにはですね、合計6発というふうな情報が入ってきているんですが、5、6発ですね。最初にパンという音がしまして、その後立て続けに 4、5発聞こえましたので、合わせますと5、6発発砲されたことになります。発砲、発砲、ただいま発砲がありました。これ回ってるのかな。11時です。発砲がありました。これマイク動かせないね。発砲がありました。11時です。今一斉にオウム真理教の南青山の総本部の前にいた報道陣が一斉にその現場に駆けつけました。騒然とした状況が続いています。3発発砲がありました。最初に1発パンと音がした後に2発立て続けて発砲がありました。警察の車サイレンが鳴っています。発砲です。被害者が出たかどうかは分かりません。建物の周りにいた報道陣が一斉に現場に駆けつけています。騒然とした状況です。一斉にこの発砲の音の方に向かいまして、現場は騒然とした状況が続いています。はい、ということで午後11時をちょうど回った、ところだったんですが、南青山にあります東京総本部前で、発砲事件がありました。南青山上流緊急対策本部長の逮捕が近いと言われていました。お聞きいただきましたように、オウム真理教の南青山の東京総本部前でピストルの発砲音5発が、これが今から10分余り前、11時ごろに起きました。現場から辻丸記者にもう一度伝えてもらいます。辻丸さん、はい、また5発聞こえましたね。そうですね、5発ですね、失礼いたしました。はい、最初はですね、私ども今日上流対策本部長の逮捕を待っておりまして、なかなかその逮捕が執行されていませんので、報道陣の間にも一瞬だれた雰囲気が流れたところだったんですけども、はい、いきなり11時ごろですね、パン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 と、非常に今お聞きになっても分かると思うんですけども、乾いた音が、乾いた発砲音がしまして、はい、場所柄車のパンクの音かなとも思ったんですけども、警察官が殺到いたしまして、発砲事件ということが分かりました。で、発砲した男は身柄を確保されて今警察に運ばれているということです。はい、今日は見物人も多くいましたので、現場非常に騒然となりました。
少しは収まってきましたかね。まだそうはいかないですね。そうですね、なぜピストンの発砲事件なんてのは、そうですね、全く身近に分かりませんからね。私も生まれて初めて発砲の音というのを実際に聞きましたけども、そうですね、見物人ももう騒然としております、11時過ぎてですね、少し減りかけていたんですけども、また大勢戻ってきました。そして、警察の赤色灯を焚いた車両が行き交いまして、そして警察官も口々に報道陣を規制して、非常にスピーカーで口々に叫んでおりまして、騒然としている状況です。はい、まあ、それにしましてもですね、はい、上祐史弘容疑者ら3人に対する逮捕状が請求されて、辻丸記者もその待機のためにそこにいたんですよね。そうですね。で、随分逮捕状請求から長時間経ってますんで、そうですね、6時間余り経ちましたか。はい、4時半ごろ逮捕状の請求がなされまして、もう警視庁の捜査員も向かったという情報もありましたので、はい、今、や遅しと逮捕の執行の瞬間を待っていたんですけれども、そうですね、請求から6時間半経って、この発砲事件ということになりました。しかし全く考えられないんですよね。その大勢の人が集まって、ましてや警察官がたくさん集まって。そうですね、はい、とりあえず今のところ怪我人とかそういったものは出ていないようなので。浜ちゃん、空に向けて撃ったのか。どこに向かって撃ったかというようなことは分かんないんですよね。ちょっとまだそれはどちらに向けて撃ったのかというのが確認取れていません。私も非常に驚いたんですが、もう一度ですね、辻丸さん、その発砲の瞬間をご覧いただきましょう。はい、はい、川澄分かった、はい、今、発砲音がしました。今、青山総本部前、銃声音がしました。青山総本部、今、南青山総本部前、発砲音がしました。騒然としています。今、容疑者が乗った車が連行されているんでしょうか。青山総本部前、大変騒然としています。11時ごろいきなりパンパンパンと4発銃声のような音がしました。そして今容疑者を乗せたと思われる車が、連れて行かれているんでしょうか。この中にいるんでしょうか。青山総本部前騒然となっています。はいはい、ですね、今ちょっと分かったんですけども、撃った男ですけども、短い髪の男で、上に向けて発砲したということです。空中に向けて、銃を放ったということです。なるほど。それにしてもですね、はい、辻丸さん記者の、はい、その拳銃だとかピストルの発砲事件だって、割と発砲後すぐそういうふうに叫んでますね。はい、いや一時はですね、本当にパンクの音だと思ったんですよ、はい、それで思ったんですけども、あまりにもその立て続けに5発という音がパン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 と来ましたんで、あとそれとやっぱり、報道陣、それから警察の車両ですね、特に警察の車両が一斉に一点に集中しましたので、はい、これは発砲じゃないかと思いまして、そういうふうに叫んだんですけども、で時は、はい、現場非常に騒然としてて、辻丸記者も確認できなかったと思うんですが、はい、多分あの瞬間的にもう確保されたんですね。そうですね、まだ私か、確保というのは他の実際に見た記者からの確認で聞いたわけで、私が実際に確認してはないんですけども、はい、多分、現場近くで取材している記者によれば、はい、すぐに身柄を確保されたということです。なるほど、はい、もう全くどこに向かって誰かを狙ってというよりも、まあ、C 行為といいますかね、天に向かって5発そうですね、撃ったということですね。まだそのどのような人物なのか、どういった背景があるのかということについてはこちらではまだ分かりません。そうですね、そこまではまだ分からないと思いますが、はい、取り調べを待たなければならないと思うんですが、はい、まあ、あれだけの多数の警察官がいる前で空に向かって撃つということは、もうすぐその場でもう逮捕される、身柄を確保されるということは、ね、確保してやったんですね。まあ、そういった点では住んでみてよくわかる安心の品質です。愛されて19万戸、ライオンズマンションの代表です。僕らの
旅は一日中超ハード。ウーノー、資生堂ウーノースーパーハードムース。ブレンディが深いくつろぎの色になりました。深く澄んだ味、緑のブレンディ。この国とじっくり語り合える車があります。ニューコンセプトメルセデス E 登場。ネスカフェ缶コーヒーがものすごいプロモーションやってますよね。知ってまんがな、うちの若いもんなんか大騒ぎだっせ。私 CD プレイヤーを狙ってるんですがね。私は CD バージンメガストアのベスト100から読み取り2枚。おいしい話。